7月23日、パリ五輪日本代表選考会を兼ねた卓球、全能カップ東京大会の女子シングルス決勝が東洋大学赤羽大キャンパスで行われ、早田ひな、日本生命、がゲームカウント4-0で伊藤美馬、スターツ、を下し、優勝を飾った。フォト、石川佳純、伊藤美馬、早田ひな、平野美宇。 女子卓球界が誇る史上最強の逸材たちを一挙にチェック簡単譜。パリ五輪選考レースで首位を独走する早田は、さらに100点を加算し、代表入りへ一歩前進。準優勝の伊藤は90点、3位の平野美宇、木下グループは80点を獲得し、シングルス出場権を獲得するための上位2枠争いは、ますます激しさを増している。そうした中で、 中国のポータルサイト、ソーフは、日本卓球女子でキーマンとなる3選手は誰だと題した記事を掲載。今、日本で最も勢いのある早田、伊藤、平野の名を挙げるとともに、彼女たちをこう分析した。まず早田については、背が高く、伊藤、平野とは全く異なるタイプだ。攻守のバランスに優れており、確かな技術を持っている、と指摘。 5月の世界選手権でワイン入り、中国、を倒し、7月の WTT スターコンテンダーリュブリャナでソメイサ、中国、を追い詰めたパフォーマンスから判断すると、早田ひなは着実に成長している。今、日本で最も脅威を与える人物と言えるだろう、と伝えている。続いて伊藤については、恐ろしい存在ではあるものの、東京五輪の頃と比べると勢いがない、ときっぱり。 とりわけ中学生の張本美は、木下アカデミー、野党寺高校生だった横井咲桜、ミキハウス、などの若手選手に黒星を喫したことには驚きを隠せなかったようだ。一方で、国際大会での伊藤美馬は、大変勝負強く、そのメンタルの強さが武器である、と見解を述べた。最後に平野については、今シーズンに入ってから、平野美宇は復活を遂げた、と記述。 3月のシンガポールスマッシュでは、平野がワンイーディを破った。そして、7月の WTT コンテンダーザグレブでは、ソンエイサを撃破した、と中国のエースを打ち負かした試合を解雇。この平野の凄まじい進化に、彼女には本当に注意が必要だ、と警戒を示している。なお、現時点でのパリゴリン選考レースの順位は下記の通りだ。1位。 早田ひな597.5.2ひらのみゆ392.3位、伊藤美真365.5点構成黒丸ザダイジェスト編集部